ミロス島ミロス島の位置ミロス島は、エーゲ海南西部に位置するギリシア領の島、キクラデス諸島の西端にあたる。古典ギリシア語では、メーロス島と呼ばれる。ミロのビーナスの発見地として知られる。キクラデス諸島の西端に位置する。1820年、農民によってミロのビーナスが発見されたことで有名である。他にも、ギリシア神アスクレーピオス像や、現在は、 アテネにあるポセイドン像やアルカイックアポローン像などが出土している。自治体としてのミロスは無人島である沖合の島アンティーミロウズ島やナニス島を含んでいる。すべてを合わせた自治体の面積は 160.147K 平方メートルで2001年の国勢調査によると人口は4771人である。1 3 0年ほど前に ミロスの黒曜石が取引されていた。紙ソリのように切れる石の道具として使用されていたミロスの天然ガラスは濃厚が始まる前、そしてその後も取引されていた。黒曜石の取れない東部付近では初期の農耕村は存在しなかった。ガラスは数千キロにもわたって輸送されていた。ギリシア本土とクレタ島の中間に位置し、 黒曜石を産出するミロス島は初期の英ゲ文化の中心的な場所であった。古代遺物の湿度は主要な三つの時代に分けられ、どれも未経年文明に先立つものである。大抵が花柄の装飾されたデザインを持つ独特の様式、注目に値すべき黒曜石の堆積物の例などを含んだ多くの壺が発見された。フェニキア人によるミロス島の支配の影響が 伝承されていた。島は、ラコニア出身のドウリア人によっても支配された。紀元前6世紀、再び注目に値する神話の題材や、東洋的な装飾を施した一連の花瓶や一連のテラコッタのレリーフなども生産された。島の住人は、サラミス島のギリシア艦隊に派遣団を送ったにも、かかわらず、デロス同盟からは外れ。 ペロポネソス戦争では中立であるかのように見えた。しかし、紀元前415年にアテネ人はミロス島の攻撃を開始し、住民を無条件降伏させ、武装することができる男子のすべてが殺され、女、子供は奴隷にし、500人のアテネ人を植民地支配者とした。アテネの支配は、紀元前405年にスパルタのリュサンドロスがアテネ軍を破った後、 メロス島からアテネの入植者を追放したことで終焉を迎えた。デュサンドロスは奴隷として生存していた子女らをメロス島へ戻すと、共にメロス島をスパルタへ併合した。ありがとうございます。